ダビデ王の手紙を手にしたバテシバの水浴はバロック期のオランダの画家レンブラント・ファンレインが1654年に描いた絵画。旧約聖書サムエル期のイスラエル王ダビデとヒッタイト人ウリアの妻バテシバとのエピソードを描いた感動的な作品である。サムエル期では水浴中のバテシバを見染めたダビデが強引に関係を持ってバテシバを妊娠させたとなっている。 そして、ダビデは、人妻を妊娠させたという自身が犯した罪を隠して、バテシバと結婚するために、バテシバの夫ウリアを戦地へと赴かせ、将軍に対して、ウリアを敵地に置き去りにして殺させるように命じた。ダビデが水浴中のバテシバを覗き見るというエピソードは、それまでも多くの画家が作品に描いたモチーフだった。レンブラントはこの作品で、バテシバを、 大きな筆遣いで厚みある色遣いで表現することによって、それまでの作品とは異なる、絵画的かつ感能的な作品に仕上げている。ダビデオの手紙を手にした、バテシバの水浴は、パリのルーブル美術館が所蔵している。1869年に美術品収集家の医者、ルイラ・カズが遺蔵した583点の美術作品の中の一つだった。イギリス人美術史家。 ケネス・クラークはこの作品をレンブラントが描いたラフ画の最高傑作と高く評価している。バテシバの内面の道徳的葛藤を描き出したとして西洋絵画の到達点の一つとも言われている。目浴するバテシバ・レンブラントメトロポリタン美術館サムエル・キニ、イスラエル王・ダビデが宮殿の屋上から水浴する一人の女性を見染めたという記述がある。後に、 ダビデがその女性について側近に尋ねたところ、軍人エリアムの娘で、ヒッタイト人、ウリアの妻バテシバであるという答えが返ってきた。ダビデは伝令に、バテシバを連れてくるように命じて、強引に関係を持ち、その結果バテシバは、ダビデの子を妊娠してしまう。ダビデは、バテシバと結婚するために、夫ウリアを戦場に置き去りにして、敵に、ウリアを殺させた。 ダビデ王の手紙を手にした、バテシバの水浴以前の絵画では、屋外で自女に貸し付疲れながら沐浴するバテシバを描いた作品がほとんどだった。円形には塔があり、その屋上にはダビデとおぼしき、小さな人物像と、時にはダビデの側近の二人の進化が描かれていた。レンブラントがこのような構成でバテシバを描いた作品として、百四十三年の 目浴するバテシバがある。しかしながら、目浴するバテシバより後に描かれたダビデ王の手紙を手にした、バテシバの水浴では、ダビデやダビデの伝令をはじめ、サムエル記のエピソードを連想させるものはほとんど描かれてはおらず、サムエル記自体には直接の記述がないダビデからの手紙と足を拭いている事女だけが、この女性がバテシバであることを物語っている。 レンブラントはバテシバを暗誘的、象徴的に描いているのである。その結果、ダビデオの手紙を手にした、バテシバの水浴は、目浴するバテシバと違って、より直接的なエロチシズムを帯び、この作品の鑑賞者がバテシバを覗き見た、ダビデその人であるかのような印象をもたらしている。ダビデオの手紙を手にした、バテシバの水浴でバテシバは、等身大で描かれており、 それまでの作品とは違ってバテ芝が画面のほとんどを埋め尽くす構成になっている。この作品が依頼主からの注文によるものなのか、レンブラントが私的な理由で描いたのかは伝わっていない。いずれにせよ、レンブラントの弟子、ウィレム・ドロステが同じ1654年に描いたダビデ王の手紙を持つバテ芝と何らかの関係があると言われている。 ダビデオの手紙を持つバテシバ・ウィルム・ドロステ、ルーブル美術館、サムエル・キのバテシバのエピソードを連想させる象徴物はほとんど描かれていないが、この作品が全く別の主題を描いているとされることは、まずない。バテシバは手紙を読むことがほぼ不可能な場面に描かれている。暗い背景は、時間が夜であることを示唆し、巨大な柱は大きな建物の内部であることを暗示する。 バテシバの背後を横切るようにして、茶色と黄色で彩色された暖かそうな豪奢な布が置かれている。左手が置かれた部分には寄せられた白い肌着が描かれており、このことがバテシバの羅針の肌を際立たせ、作品に豪奢な印象を与えている。バテシバは法令かつ繊細に表現され、大胆な筆遣いと強い陰影描写が、 あたかもバテシバがそこに実在していて触ることができるかのような鮮やかな立体的表現で描かれている。ダビデ王の手紙を手にしたバテシバの水浴はレンブラントには馴染み深いものだった2点の古代レリーフをもとに構成されている。また、スイス人芸術家トビアス・シュティンマーの版画作品も背景の柱、布、そしてバテシバの伏せられた視線などに影響を与えている。 可能性がある。ダビデオの手紙を手にした、バテシバの水浴の制作が開始されたのは1647年頃で、その後何度も手が加えられて、最終的に完成したのは1654年である。制作当初は、指示体であるキャンバスが、やや大きく縦長の作品だったとされ、 完成までにおそらく左側が1 0センチメートル程度、縦が2 0センチメートル程度切り詰められていると言われている。おそらく、レンブラント自身が、主題であるバテシバを強調する目的で切り詰めたと考えられている。水浴する女、レンブラントロンドンナショナルギャラリー、ダビデ王の手紙を手にした、バテシバの水浴と同時期の作品で、 よく似た雰囲気で描かれている X 線による調査で、ダビデ王の手紙を手にした、バテシバの水浴の制作過程は判明している。当初のバテシバの頭部はより高い位置にあり、そのことが完成した作品では、意図足げに見えるバテシバに、楽しげな印象を与えていた。バテシバの視線はダビデを見つめているかのように画面の角に投げかけられていたが、現在のバージョンでは思わしげな視線となっている。 一見すると事情を見ているように思えるが、実際には特定のものには、視点は定まっておらず、深く、物思いに沈んでいるような印象となっている。また、初期の構成では右手に、ダビデからの手紙は、持っておらず、手紙は膝上に描かれ右手は布にくるまれていた。ダビデ王の手紙を手にした、バテシバの水浴は、古典作品から着想を得ている作品ではあるが、 人物の表現手法はそれまでの慣習にとらわれていない。くよかな胴回り、腕、足は理想的な人物造形ではなく実在の人物から描かれたと思われている。美術史界リックヤンスレーテルはバテシバがポーズを取ったモデルを直接描いたものではないとしている。この理由としてスレーテルは左腕のねじれ具合、右腕の長さ、胴のねじれ、上半身の長さなどが 解剖学的にありえないことと、投資図法的観点からも体の各部分の描写が矛盾していることを挙げている。しかしながら、バテシバの表現は緊張感なく自然にくつろいでいるように見える、ともしている。解剖学的に不自然な点はともかく、バテシバのポーズはサムエル・キデの描写に比べると誠実で非常に高貴に描かれている。美術史家、ケネス・クラークは、 キリスト教義からすると不貧困なこの女性を受け入れることはキリスト教徒の信仰心の現れであるとして認められてきたとしている。バテシバが右手に持つ手紙にはダビデからの夫への定説と王への服従のどちらを選ぶのかという質問が書かれており、サムエル記ではバテシバの内面の移り変わりのきっかけたるエピソードとなっている。レンブラントはこの作品を制作するにあたって、 サムエル記の記述においては、ダビデの罪の描写が主眼であって、バテシバは、不随的に書かれているに過ぎないとした。この作品でのバテシバは、オたタルダビデに屈服した女性ではなく、より大きな物語性に満ちた厚みのある人物として描かれている。複雑な心理描写で満たされたラフ画として、ダビデ王の手紙を手にしたバテシバの水浴は、美術史上において、 被験するものがほとんどない独自の地位を獲得している。バテシバのモデルは、レンブラントの作品28点でモデルを務めた、アイジヘンドリッキー・ストッフェルスだとされている。ただし、スレーテルはレンブラントが長年にわたって作品に描いてきた、架空の理想的な女性像との類似性から、モデルがストッフェルスだとする説には、否定的である。ストッフェルスが、 バテシバのモデルだったして、左チブサが変形して見えるのは、乳がん、結核による農用、流産に近する乳腺炎など、何らかの疾患によるものではないかという医学的観点からの説がある。しかしながら、ストフェルスがこの絵画の完成から9年後の1663年まで生存していることから、おそらく乳がんではないと考えられる。バテシバの表情に浮かぶ、 悲哀感が、ストッフェルスが何らかの病気にかかっていた、あるいは妊娠していたことの現れと解釈されることが多い。当時、ストッフェルスとの同性が原因で、レンブラントと教会との関係は良好とは言えず、さらに、レンブラントの経済状態も破産寸前だった。バテ芝のモデルに関して、頭部だけがストッフェルスで、体のモデルは別の女性だとする説がある。これは、 X 線による調査で、バテシバの頭部が後から書き直されていることによっている。驚く妊婦、エドアルマネブエノスアイレス国立美術館、髪を救う女、エドガードガメトロポリタン美術館、ダビデ王の手紙を手にした、バテシバの水浴との類似性が見られる。ダビデ王の手紙を手にした、バテシバの水浴は、19世紀から20世紀の芸術家たちにも影響を与えた。 19世紀のフランスの画家エドアールマネが描いた初期の作品、驚く妊婦のラフ像は、レンブラントの作品に触発された作品だと考えられている。同時期の印象派の画家エドガードガのパステルが、髪をすく女も描かれている女性のポーズが、ダビデ王の手紙を手にした、バテシバの水翼のバテシバとの類似性を指摘されている。ドガの父親は、ダビデ王の手紙を手にした、 バテシバの水浴の所有者で1869年にこの作品をルーブル美術館に移存したルイラカズの知人でもあった。同じく印象派の画家フレデリック・バジールは1870年のサロンド・パリに出品するために水黒いでレンブラントのバテバを再現した。バジールはダビデ王の手紙を手にしたバテシバの水浴と同じようなサイズと構成、雰囲気でこの作品を描き、 研究者、ダイアン・ピットマンは、物語性を明確にすることなく、官能性と厳粛さ、写実的な親密さと、威言あるよそよそしさとを両立させているとしている。20世紀の芸術家、パブロ・ピカソが1963年に制作した、版画、スワル・ラフト、女は明らかに、ダビデ王の手紙を手にした、バテシバの水浴をもとにした作品である。ありがとうございます。